今回はガウ攻撃空母を作ってみたいと思います。いわゆる旧キットと呼ばれるもので、製造は1982年とのことです。今回の動画は初心者から中級者へのステップアップ編として捉えていただけたらと思います。紙やすりやプラ板工作、ラッカーパネルの使い方など、もっと模型製作が楽しくなる技法や工具を紹介していきます。少し難しいこともありますが、ご参考までに見てくださいね。古いキットですので、まずは仮組みを行います。パーツを切り出しましょう。ゲートはギリギリをカットせず、少し残しておきます。そしてもう一度カットします。これを二度切りと言います。残りはヤスリで仕上げることにしましょう。紙ヤスリは4種類、400、600、800、1000番があれば十分です。このようなジグがあると削り出しにとても便利です。でもない場合は割り箸で代用できますよ。両面テープで貼り付けましょう。紙ヤスリをカットするときはデザインナイフは NG です。刃がダメになります。刃先を折って使える、いわゆるカッターナイフを使いましょう。それでは削っていきます。まずは400番を使用します。力を入れすぎないで優しく動かします。自然と削れていきますからね。消えました。600番、800番、1000番と順番に優しくヤスリを当てていきます。このように仕上げれば綺麗なパーツを得ることができます。それでは一度仮組みをしてみましょう。はい、ひどく合わない箇所などはありませんでした。古いのに優秀なキットです。ここにザクが格納されます。今回はジオラマにするので格納庫を作ろうと思います。難しく感じる改造ですが、できると思います。やってみましょう。格納庫を作ります。まずはペンで切り取る箇所の下書きをしておきます。ノコギリは高級なものもありますが、今回はタミヤのクラフトソーを使ってみますね。直線部分はノコギリでカット、曲面はデザインナイフを使います。切り取ろうとしないで何度もなぞって切り込みを入れていきます。いきなり綺麗に切り取るのでなく、まずは大雑把にカットしておきます。刃先が暴走するととても危険です。持ち手に力を入れて刃を止める意識で使いましょう。そして整える。カンナのように刃を立てて削っていきます。次は金属ヤスリを使います。半丸の形が1本あれば十分です。平らにしたい箇所はまっすぐな面で一方向にヤスリがけします。曲面部は丸い面を使ってヤスリがけを行います。できました。それでは内部の乾板を作ってみましょう。プラ板を用意します。ちょっと厚いものと薄いものを使います。現物合わせでサイズを写し取ります。厚めのプラ板は折って切ります。まずは切り込みを入れましょう。何度か切り込みを入れたらパキッと折ります。これで切断できます。曲面はハサミで切れますよ。細かいすり合わせは先ほどの金属ヤスリで微調整していきます。できました。もう半分も反転させて作ります。これを貼り合わせて1枚にしたらもう一度複製します。
微調整を繰り返しぴったり収まるまで作業を進めていきます。できました。それでは接着しましょう。基本的な接着には白いタミヤセメントがおすすめです。ハケで塗ってペタッと貼り付けるだけです。それでは構造材を作ります。薄いプラ板を細く切り出していきます。こんな感じで接着していこうというわけですね。細かい部品の接着には金属板を使う方法がおすすめです。この金属板に接着剤を置いて爪楊枝ですくって塗ってあげると適量を正確につけることができます。付属のハケではこんなに細かい作業は難しいですね。もちろん慣れてきたら直接つけて貼っても問題はありません。横の構造材も短く切ったものを貼り付けていきます。ドロドロ接着剤で仮止めしたら流し込み接着剤でしっかりくっつけましょう。このように上から適当に塗っても大丈夫です。できました。いいですね。工作した甲斐があります。でも暗くてよく見えませんよね。電飾をやってみましょう。100均で電球型の LED ランプを買ってきました。バラすとこんな感じです。 LED チップが5つと抵抗が入っています。欲しい部分をカットします。 LED はこの形でも点灯します。ソケットを分解します。金属製で硬かったのでちょっと注意して作業をしてください。ニッパーは金属製を使ってくださいね。こんな感じで仕込んでみます。瞬間接着剤を使います。私はいつも紙に出します。牛乳パックを再利用したものです。そして爪楊枝でつけていきます。とにかく私は爪楊枝をよく使っています。出来上がったら点灯チェックをしてみます。いいですね。電気がつくとよく見えます。では塗装開始です。タミヤアクリルを使います。ウェットパレットに出します。ウェットパレットについてはガンダムの製作動画をご覧ください。希釈は水で行います。ただの水道水です。後の汚しも考慮して明るめに色を作っておきます。筆塗りのコツは筆を返さないこと。一方方向に塗っていってください。筆ムラは今のところは気にしなくても全然大丈夫です。すぐに乾きますので重ね塗りをどんどん行います。水で希釈すると下地を犯しません。どんどん重ね塗りをしてください。細部を塗り分けます。すべてタミヤアクリルの水溶き技法です。黄色や赤で細かな描き込みを行いました。ゼブラ模様を描きます。進行方向を書いてみたり、ジオンマークも書いてみました。それ僕で十分だと思います。甲板を8個のエリアに分けたので番号をそれっぽくミリタリー調に書き込んでみます。水溶きアクリルはガサガサになってしまいます。半光沢クリアで整えましょう。よく振ってシュッシュと。詳しくはガンダムを作る動画を見てくださいね。このビチャビチャが乾くと見事に半光沢になります。では続いて汚しを行います。ミスターウェザリングカラーを使います。
水では希釈できませんから専用溶剤を用意します。筆は傷みやすいので安いものを使いましょう。タミヤのナイロン筆を使っています。私は攪拌せずに底の顔料を取り出して使います。これを溶剤で溶いて自分の塗りやすい濃度に調整して塗るのです。奥まった影になりそうな箇所に濃い状態で塗っていきます。次に平筆に切り替えてぼかし作業を行います。溶剤を筆がしっとりする程度に含ませてあげます。このくらいしっとり塗れる程度です。軽くこすって塗料を動かし際に寄せてあげます。作業をしているとすぐに筆が汚れて黒くなります。こまめにきれいにしておきます。そして再開しましょう。この筆をきれいにする作業はとても大切です。このような汚れの書き込み技法をピンウォッシュと呼びます。ザクの塗装に入ります。まずは基本色を作りましょう。緑と白を混ぜ合わせます。あとの汚しも考慮して白は多めにいいと思います。1回では色は塗りません。2度塗りして色をつけましょう。細部を塗り分けていきます。グランドブラウンでピンウォッシュを行います。溶剤で拭き取り隅に色が残るようにしておきます。ザクを甲板に接着します。塗装面は色を剥がしておきましょう。精度の高い接着には付属のハケは使わない方がおすすめです。爪楊枝で適量を少しだけ乗せてあげます。ボディを貼り付けます。塗装が仕上がるととても見応えがありますね。良い見せ場になると思います。ガウを作ります。それでは全てを接着していきたいと思います。白いドロドロ系接着剤は仮止め程度にちょんちょんとつけておきます。接着剤が手につかないように慎重に作業をしましょう。すべての位置が仮止めできましたら、流し込み接着剤を染み込ませていきます。手で押さえつつ流し込みをすると、手との隙間に入ってしまう場合があります。ですからこのように、接着剤で仮止めしてから流し込み接着剤を流して圧着するのが安全です。圧着すると溶けたプラがはみ出ます。これを通称ムニュと呼びます。これで隙間が埋まる便利な状態なのでしっかり硬化させましょう。この状態で1日は放置しておきます。接着面を整えていきます。まずはムニュを削り取ります。続いてヤスリがけを行います。400番、600番、800番、1000番と磨いていきます。平面を出したい場所は割り箸に取り付けたヤスリが良いと思います。このような隙間の処理はパテ埋めしかありません。いろんなパテがありますが、お手軽なのはラッカーパテですね。文字通りラッカーシンナーで溶けます。溶剤を用意してあげてください。
作業にあたって私はこういう小さいタッパに移して使っています。溶剤を別の容器に移して手で扱いやすい濃度に調整しておきます。隙間周辺に多めに盛り付けます。乾燥すると減ってしまいますのでたっぷりと盛り付けましょう。筆は溶剤で洗えば OK です。残ったパテはカチカチになるまで臭いんですね。だからケースの蓋を閉めてしまいます。こうしておけば臭くありません。これで処理が終了です。また1日乾燥させましょう。このように乾燥後に少なくなってしまうことを引けると言います。さて、余分なパテを除去しましょう。再びラッカー溶剤の登場です。そして綿棒も用意してください。これで拭き取ります。溶剤をつけた綿棒で溶かしながら除去をしていきます。綿棒の入らない奥まった箇所のみパテが残ります。これで隙間が埋まったわけですね。とてもお手軽だと思いませんか。削っても良いのですが大変ですから、これで十分だと思います。長くなりましたので今回はここまでとなります。次回後編ではベースの作成や塗装の流れお伝えしたいと思います。いかがでしたか。少し難しい改造も行いましたが、丁寧に行えば見せ場を作ることができます。小さいから大まかな作業で大丈夫です。では次の動画をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。